とか貼る場所ってなんか一概に右左ではなくっていうところですよね。持ってなかったところとかに出てたりあるので。おお。硬いですね。なんか膝の裏がだんだん変化ってきた。さっきほど痛くなくなりましたね。かかといるかな。指抜きします。痛いですね。
気に汗が出ました汗出ましたね、大丈夫そうです。もう一回ここやってみて。いやですか。全然違う、うん、もうひたすら気持ちいいだけ気持ちいい。同じやつよね、やってる。そうです、もう思いっきりこれやってますから同じです。いや全然もうなんか痛いっていう感覚じゃないですね、はい、コリコリするのでね。ええー、まあ、しょうがないですね。ああ、そこはね、みんな痛いんでしょうね。そうですね、割と。でもこっちとかの方がいいかな。おお。おお。ほほほほ、うわ、声聞くんだな。すいません、ゴリッとしましたね。
構痛いですね。でも、うん、全然マシになってます。マシになってます。あ、気持ちいいな。滑らかになってきてますので、これはいいです。全然もう足の感覚違いますね、うん、シャープになってきてますよね。本当ですか。シャープに感じません？こう すっきり感じるというか、しっかり感じるというか、なんかそんな感じですよね、はい、多分最初の時は痛いっていうんだけど、こう奥まで入ってくる感じじゃなく痛いだったのが、今だとこう、そうですね、しっかり入って痛いみたいな。特に太ももはそんな感じですね、うん、はい、すっきりしてきますよね。ああ、今日これやってよかったなって感じします。なんか、はあ、まあ、毎回何やってもやってよかったって受け取り入ります。ちょっと熱いですよ。はい、大丈夫です、うん、消えちゃいましたね、あの青い方のカメラ。ああ、まあこんな感じですね。はい、
はい、ちょっと叩きます。はい、ございます。すっきりした。すっきりですか。はい。足ちょっと上げてみたりしていただいてどうですか。いや軽いですね。軽い。動きやすくなってますかね。そうですね。はい。いや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 すごい。うん。いや。はい。おお。はい、オイル40分受けていただいて、はい、いかがですか。いやよかったですね。だんだんやっぱりこの足が伸びてくのが分かりますね。その伸びていくのと同時にやっぱりだんだんこう血流が良くなっていって、こう全身がやっぱり少しこう軽くなるっていうか、足なんかもふわふわですよ。よかったです。来ました。よかったです。ありがとうございます。また願いいたします。お疲れ様でした。はい、この動画が良かったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。お願いします。哲也さんのチャンネルでも動画今日撮った分が上がっています。過去の動画も上がってたりしますので、よろしければこちら哲也さんの方にも、はい、チャンネル登録ご視聴グッド評価を、はい、お願いいたします。お願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。 See you.